タコ先生です。今日はですね、最強の実況者平岩浩介さんの、雑談したいと思います。そもそもですね、この方の動画に出会ったのは、自粛が続いてきた時に、おすすめに出てきたんですけども、平岩さんはですね、元朝日放送の局アナなんです。プロなんですよね。野球中継とかを長くされていたらしくって、こう瞬発力とか間をつなぐトークの技術がまあ段違いですね。でこのアナウンサーのスキルをこうそのままゲームに持っていったのが平岩さんのすごいところで、もう滑舌、語彙力、トーク力にワードセンス、もう何をとってもかっこいいし、めちゃくちゃおもろいですね。でまあなんか以前にもこういう感覚になる人がいたんだけど、誰だったっけって記憶をたどったら思い出しました。古くて申し訳ないんですけど、大手六さんです。第三営業部の青鬼のリアルタイムアタックをやってる映像に声を当ててるんですけど、この青鬼をオリンピックならぬオリンピックっていう競技に見立ててガチ実況するやつなんですけど、まあ当時それが本当ツボって、もうバカみたいに見てたんですね。まあ本当によくできた茶番だったんです。で、まあ平岩さんはそれのまあ令和版通貨、ガチのガチ実況みたいな感じですね。いや、大手六さんの動画もちょっと概要欄貼っとくんで、ぜひ知らない方はね、見てみてください。で、平岩さんのね、動画はね、まあゲームも普通におもろいんですよ。おもろいですけど、雑談がマジでおもろいの。なんか普通に授業みたいなんですよ。で特に面白いっていうか好きな回が、まあ結構バイオハザードをやってらっしゃることが多いんですけど、それの RE2 の、第13話ですね。これはラジオ回です。完全に3分40秒からが本番なので、もうぜひ見てみてください。揚げ玉天かす問題に始まる東日本と西日本の食文化の違いを本気で喋ってるんですよ。あと昔いたギャルは今どこに生息してるのかとか本当全然ゲーム本編と関係ない話をゲームやりながらひたすらダラダラしてるっていう感じなんですけど、なんかゲームを見に来てるっつうよりは雑談を聞きに来てる感がすごいあります。あとね、 RE3 の18話、まあ平岩さんの恋愛観の話をここで全然本編に関係ないのに喋ってたり、あとまた RE2 なんですけど、まあこれは第1話っすね。日米の警察の違い、警察官と保安官の違いとかについてすっげー詳しく喋ってらっしゃるんですね。その後もなんか CIA と SWAT の違いについてもなんかコメント欄拾ってそれについて動画で答えてたりみたいなしてたんですね。誕生日の動画の時におっしゃってたんですけど、もともとなんかミリオタらしくって、ゲームもそれつながりで入ったらしいくらいなんで、もう本当に詳しくっておもろいっていう感じ。ほんと途中でゲームと関係なくなってくるんですけど、ちゃんとゲーム内のテロップで自分自身で何の話してるんだみたいに突っ込んでらっしゃるんで、ゲーム楽しみに見てる方も全然楽しめるっていう感じなんですね。ていうか私バイオ見たことなくて、平岩さんの実況で初めてあんなにしっかり見たんですけど、なんでかっていうと私がそもそもホラーが苦手っていう。だからホラーゲーなんか見ようとも思わなかったんですけど、バイオの時のタイトルがバイオハザード局アナがガチで実況すれば怖くない説を実証するっていう設定の動画だったんですよ。で、まあ本当にホラーダメな私がこれを見て怖くなかったらすげえなって思って、ちょっとそのサムネとタイトルに釣られて見に行ったんですけど、まあそしたらもう第1話から爆笑してしまって、なんだこの人ってなって、まあ全部見ますよねそりゃいやだから本当にこのコロナで、まあコロナじゃなくてももともと私家にいる人だったんですけど、まあにしてもなんかこう新しいエンタメとしてすごく新鮮でめちゃくちゃおもろかったですね。ほんとホラーダメな人ほど見てほしいなって思います。あとね、で最近ちょっと思ってんのは、有吉に解説としてぜひねいつか出演してほしいなって思ってるんですよ。この番組は有吉さんが高俊さんと、あとアンガールズの田中さんと一緒にみんなで集ってゲスト呼んで桃鉄とかウイイレとかダラダラやってゲームしてる番組なんですけど、まあなんかそれの
なんか e スポーツ会とかやって、その時に平岩さんにゲストで来てもらって、なんかそれを実況してもらうみたいなのが見れたら最高だなとか思って、まあそれこそ野球実況が長かったんで、なんか野球系のゲームとかの実況役で平岩さん呼んだりしてもおもろいかなとか思うんですけど、あ、でもなんかバイオみたいなホラゲーをやって生実況とか見られたら最高ですよね。あの平常時と強敵遭遇時のテンションと口調の切り替えを生で披露してほしいなってのはめっちゃ思いますね。平岩さんはこのね、設定がもうね、マジでおもろいんすよ。ゲームタイトルごとになんかこういう体でいきますっていうのを、まあ大体決めてらっしゃるんですけど、例えば RE3 だったら敵が主人公の元彼っていう設定にしてて、こうラスボスとのバトルは必要な元彼からのアタックっていう設定でバトルするんで、まあめちゃくちゃおもろいんですよ、実況もね。で、RE2 だったら、こう主人公はアイドル。で、敵はファン。で、強敵は悪質なファンみたいな、そういう設定なんですよ。ほんで、バイオ7は、オタク訪問するっていう設定で、ちょっと、言葉だけじゃ何言ってるか分かんないと思うんですけど、まあ、この最初の設定を最後まで貫いて、敵にブスのあだ名をつけたり、適当な当てれこをするところがマジでおもろいんですね。いや、本当に、バイオ全く知らなくても、手放しで楽しめるので、もうぜひ、ぜひ見てください。はい、というわけで雑談しつつ平岩康介さんについて話し散らかしました。概要欄の下の方にいろいろ平岩さんのことをまとめてあるので、気になった方はぜひご覧ください。では最後になりますが、今回の動画制作を開拓してくださった平岩さん、本当にありがとうございました。 DM 送るのめちゃくちゃ勇気いったんですけども、きちんと対応していただけて嬉しかったです。ありがとうございます。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。